願いしますお願いします。はい、前回6枚やられた角が空いてましたよここにしますありがとうございます。いただきチャンネルがいまでございます。ということで本日は、ウエスタンは、浦安柳通り店さんの方にお邪魔させていただいておりやして、実践をさせていただいております。今日はね、もう抽選から最高でしたね。なんと、5番引くことができまして、私が狙っていた番長ゼロしっかりと抑えることができました。なんで、まあ、とはいえ、前回のこのお店での収録で、抽選3番だったかな、角の、番長ゼロ、まあ、今日と同じ台ですよ。座ったら、ストレートで6番負けたっていうことがありましたんで、さすがに同じことは2度はないとは思うんですけど、今日もそうならないように、しっかりと、上っぽい挙動を示してくれればいいんですけどね。はい。まあ、リベンジということで、今日は頑張っていきたいと思います。ということで、本日も、一日、よろしくお願いします。さあ行きましょうということで、本日も番長ゼロでございます。やっぱりこのお店はやっぱ番長ゼロ絆が非常に強いので、朝一抽選勝ったらまず番長ゼロから行こうと思っておりやした。ただその間違いないと言いながら、このお店実は抽選勝ったの2連続でございまして、前回も、この台ですまあ前回この台マジやられたんで、朝一 AT 入るのに何時間勝った、6万円ストレートでやられて、やっと AT 入って即やめしてっていう流れだったんで、大のもなくそのまますって出てくれるのが一番いいんですけどね。これ朝から上だろっつってブーム回していけるのが一番いいんですけどね。ただ昨日もねちょっとね設定良さそうなんですよね。だからそれがどう影響するのか、ちょっと1台入ってるアクエリオンがちょっと気になってはいるんですよね。だからその動向をちょっと見たい。 前回ぐらいからアラジンが導入されて、アラジン結構良かったりとか、結構やっぱ信頼強めに使ってくれてるようなイメージのお店ではあるので、やっぱりゼロチャンス、通常からチャンス、まあ、もろもろそのゼロモループとかそのモード以降を、ね、結構気にはしてるんですけど、ついこの間プライベートでゼロ打っててゼロモループ3回確認して、でチャンスモード以降も本当にもう2分1からサブ1ぐらいの感じでかなりチャンスモードに移行してて、うわモードクソいいわやべえっつって、これ絶対6じゃんって打ってたら6万負けたんですよ。だからねモードはそこまで過信しない方がいいのかななんて勝手に思ってはいるんですけどね。だからもう自信がなくなっちゃって、あんなことがあってから全然そんな気持ちになれなくてさあそれでは行きましょう。2枚目でございます。今日も会長ですな、投資が。はい、トップ番号1、まあ、この辺で当たっておきたいなマジで。もう当たんなかったらこれ完全に天井ですわ。あ、両側行きましたね。 40% ぐらい。あー、ダニ停止、これまた 40%。 あー、これ大丈夫だ、これは大丈夫だ。チャンスアップインス2つ来て10トンまで落ちてるんで、いや大丈夫でしょう。よいしょ、いったれいったれ、その程度かいからのついてこれるかい、届け届け、よし372ゲーム投資が1万2000円でございました。いやよかったよかったよかった。まあちょっとね早めっていうわけではないけど、天井まで行けなかったんで。オッケー、赤だな、まあ緑まではいけそうだな。あと1回で霊薬もう1回引いて赤、よしイメージ湧いたぞ、よしとりあえずこれで緑。おお強い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 、外れが強い。あと1回でかいのくればもう1回、はい、あー微妙ゼロ、さあやばい、頼む、バカバカ、赤いけるチャンスだったのに、もったいねー。あと1回このサイズのベルなりリプレイなり何でもよかったのに。いやまあまあ 40% あるんで緑、ここパンダいない。お、一刻
やりました一角でたびっくりした全然6を諦めなくていい行きましょう AD 好スタートですよ。スローは 25% いいねいいね、あ、いったわ。クロナビベルいいですよ。今度こそ今度こそ待ってあれあーないか。テンション上げてこ、テンションやっぱりああ結構高めよ俺今日上げてこってもっと上げなきゃいけないのかなと思ってあ結構高めだからなと思ってゼロ狙いでやっぱ狙い台が打てるっていうのはねやっぱテンション上がりますよね。はいダメこれであるわけがないもんな。ただ一応200のゾーン踏んでるんでチャンスモードであればここでゼロ畑がグースした、ゼロ畑が出てくる、オッケーチャンスモードでした。ただ白スタートなんでここから 5.1/5 のゼロをいっぱい引いてボーナスに当選しましょうっていうやつですね。ゼロよし、もう一個もう一個緑まで行けばワンチャン、よし天才弱地らしいね、しかも強地かと思った今こんだけ上がるから外門隊がコンビっすよやれないわけがないめちゃくちゃ調子いいやんけマジでおビッグ可能性が高い、青青青ナイス。いやこれはでもね本当に巻き戻したのがでかい、ナイスナイス、ゼロだったから当然ストックもないし、まずいダメ 2連続2連続グースでしたはい518枚でした。まあまあでもとりあえず入れた分ぐらいはほぼほぼ戻ってきたんで一応あの確率出ましたね、はいはい、1100分の1から5000分の1とかだったかな、だからそんな設定さなかったんですよね。番長3の時はね本当に2000から1万とか2万とかだったからそうです、ね、めちゃくちゃ設定数あったからあれだったんですけど、ゼロはまあ低設定でも1日1回引けちゃうレベルだから。あれ早っ13ゲームあーでも13ゲームからあるんだな普通のやつ確か。悪くないよこれ、あ1点な1点なこれチャンスモード、チャンスモード、いや400なんでチャンスモードは否定されてるんですよ。だから普通の通常で誘ったパターンですねこれ。いや負けるとかないよなローラースケートで大丈夫だよ、ね、いけるね。え、あぶねえ。258ゲームです。調子変わらず、マッチメダル。通常して一発で当たって、これめちゃくちゃいい挙動ですね。めちゃくちゃいい挙動。いやもう 100% 通常モードですからね今の。あま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 あ当たることが重要です。ゼロモードでもなかったから。上がったらラッキー、上がらない OK でしょう、全然 OK。 あれまた短いな、13ゲームかな、あー微妙か。まあまあまあそりゃそうだそんな当たんねえわ。1トン刺さったー、マジー1トン刺さるんだということで AT 突入でございます。6です完全に今のところ6っすね
あ、珍しい。これ多分何もできずに保証のチャージ出てくるやつだ。まあそれはそれでちょっとお得なんだよな。30ゲームちゃんと遊んでチャージに入るっていう。あ、引いた。お、2連続3連続これは取りましたわあ、ダメ。あ、いやいや、すごくない4連続なんだけど、ゼロ。まあでもどっちにしろストックはあるん、ストックというか保証があるんで、黄色ラッキー。まあレベル2なんでね、最低でも。おお、いいよいいよ、いいね。いや、ただ4連続でゼロ引いて1個も取れてなかったのはちょっと痛いな、マジで。お、うまいね。これあの鉄拳制裁までありますね。クラッシュないか。もううまっうまっ強地。これも鉄拳制裁ある。ないさあストック3つになりましたので曲が変わりました。ああ、しかもこのポイント数でゼロ畑なんでチャンスモードスタートですね、うん、50発勝ってますね、突入時の。さあ来い。ああ、後ろ。ああ、下も普通ですね。ああ、リリベ、リリゼ、来い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 。うんだよね、デフォルト。弱いな。チャンスチャンス。あー、惜しい。終わった。これは弱い、無念。まあでも670貯めたんでボーナスの可能性はだいぶ。チャンスモードだから、あ、そうですね、4中までと強よしよしよし、赤。もう一回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 。赤はね、一応 80% ぐらいあるけど、やっぱ、あ、よし、これで大丈夫。一応心配ではあるからよし、確定です。よし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 、素晴らしい。おお、青7チャンス。あー、これほぼ赤だって、青のだったら右選ばれるもん普通に考えて。ダメ、残念。はい、残念でございました。598枚。まあ悪くないですよ、全然増えてますから、うん。お、高設定したですよ、土の子パンダ。あんま出ないですからね、低設定だと。マジで筋肉筋肉。ああ、巻いてる。いいよ、ピカゼロ。あ、当たったわ。ゼロ揃いだ対決中ゼロ揃いで確定ですね。256ゲーム年変わらず、あるぞこの回。いや本当にすごすぎるさあどうだ、青ならない。次回予告ない。まあ大丈夫でしょう。まあさすがにでした。最近ね、ここを押すよりも俺こっちを押さないんですよ。はい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 。あわよくば青7。136ゲーム持ちメダルです。あー、赤ですね。無念無念。いや超弱、最弱ですね。よっしゃー、おっ、どうしてめちゃくちゃ弱そうな前兆で当たるんだ。396ゲーム、エトシが15000ですね。ラッキーですね。これは絶対当たらないと思った。あっ、ベルベルダブルナビ、激アツっすね。こんなん絶対揃ってるわ。オッケー、よし、助かりました。
おっと、このタイミングで、あれ、熱いな、こんな演奏俺初めて見たもん。ゼロかな、え、違う、あ、ストックあった、初期ストックだ。いや、初期ストックなんてまあないですからね。保証はまあ絶対ついてるんであれですけど。さあナイスストック、これなかったら普通に終わってた。1ゲーム目ナイス、ナイス、チャンスよ、チャンスよ、よし、いやー鉄拳先生食った。さあこのレバーでなんか霊薬を引きます。ナビあり、紫ナビなんだよな、ゼロだと。ゼルじゃない、あ、ベルか。無念、まあ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 、お、戻った、熱い、 OK、 うまい、いい調子すぎる、うん、まだ続けたい、うぃ、演出なしゼロ、熱い、熱っ、1か、よーし、エンダか、いや、あえて押さないで、先にこっちを、割れろ割れろ割れろ、あかんか、頑張れ頑張れ、あと1個、あと1個取ってくれ、あーやばい、終わった、900、もったいな、いやさすがに取っててほしいけど、あ、下バネ消灯しました、大丈夫です、よかった、あ、でもこっから教育的シーズンになるパターンがあるから、ならない、あー大丈夫だ、よかった、青いけ、あーかーん、弱いか、危なかったぜ、弱いな、カットイン、来ない、ない、まあさすがにいかねえよな、743枚、まあ今日1ではありますけど、データ的にはまあでもちょうどまたトントンですね。ちょうどまたトントン、はい、ということで、浦安駅前店さんの方にやってまいりました。ウエスタン浦安駅前店さんですね。こっちはね、犬やし入ってるっぽいですね。俺ちょっと犬やし打ちたかったんだよな、まあ向こうちょっと入ってなかったんで。さあまずはもうパッと見で目に入ってくるのは絆っすね。おー、この辺の絆はいい感じかな。まあ今1600枚ぐらいか、まあこっからかなって感じですかね。ただ稼働がいいんで絆、まあ多分全然見切られてない感じなのかなっていう。お、いいな、これ楽園開放なんですけど、今はまあ2000枚ぐらい出てますね、うん、まああとはやっぱゼロっすかね。このゼロはまあ戦えてる感じはしますね。下毛が2台とも箱使ってますよ。ああ、いいっすね、下毛が。とせいやも、せいやもまあまあツインパスね、ツインパス箱使ってる感じで、
青ならください。青ならください。492ゲーム投資変わらず持ちメダルでございます。なるほど、なるほどね。赤長ですね。青なら引けないですね。マジで全然来ないですね。欲しいな。お金がなくなりました。3枚目でございます。4枚目、はい、600手錠。激アツ。あ、まだ前兆でしたね。次でした。おお、すごい。珍しいこのパターン。はい、606ゲームでございます。前兆投資が、3万と2000円です。よし、いやー、よかった。黄色刺さった。マジ助かった。死んだと思った。242枚でした。はい、行きます。5枚目。へこんでるとこから2連続天井行ってたらもう俺は本当に涙出てた。そうですね。はいはい、そういう考え方はある。そう、いいところから落ちただけなんです。あ、このプレミア初めて見た。はい、606ゲーム4万5000円です。イエス、イエス。死ぬとこやぞ。死ぬとこやぞ。あ、こう設定したジャック。302枚でございました。こう設定したジャックですね。内緒なんですけど、きついっす。91ゲーム投資変わらず11の2です。0ボール11の2です。頼む。青、青ください。青。あ、うわ、赤赤。1個貫け。よし、ナイス。復活。こんな感じだった。157ゲーム投資変わらず4万5000円。いや、この赤い率、赤の率はちょっとさすがにちょっと怪しいな。お願い、お願い。光る、もろったい。やりやした。やっぱ AT 突入率はえぐい。よし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 、そんとそう。今日一回も伸ばしたことない。一回もね、伸ばしたことがないんですよ今日。1ゲーム目、2ゲーム目、3ゲーム目、秒殺した。よし、さあ、いける。よし、あっつ。2ゲーム連続。
お、3ゲーム連続ハネからのあ、まあ3つのスパンで下バネショートした曲変わりました。出るか頑張れ頑張れ超えろ、ああ弱い全然足りねえ、頼む 25% お願い、お初期25、あ初期中なんで、70% ぐらいありますね。オッケー、完全にね、はい、はい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 、ははー、オッケー、ちょっとじゃあ箱にちょっと使って、もう俺出てますよみたいな感じにするわ。おお、え、待って、これ黄色ナビが出てるってどういうことだ。え、黄色ナビで多分あれ、あの、あいつ揃うんじゃない、ゼロ違うんだ。あ、じゃあこれリリベなんで、あのクラッシュ確定っすわ。赤ボタンうぃーうぃーやりました、ナイスリリゼ。いや、なかなかリリゼで刺さるのね、多くないんですよね。よーいっす、パッパッパッ、よし、さあ、ね、しかもこれでも次も決まってるんで、鉄拳制裁 2セット連続なんですよね。つまり2セット連続でライジングが可能。いきましょう、ナビなし連打なんだ。ああ、制約じゃないよね、20ってことは。はい、で次もクラッシュ確定。お隣さんライジング決めてるんですけど。飛びます、なあ外れ目、いやー、30すらいかない今日。ないわー無念まあでも一応これでもう1000近くまで溜まってるんで、一応、ゼロヶ岳には行きつつ、あとは何色になるかっすね。23、あー黄色止まり、いいよ、これゼロだね。あー違う、いいね、からのもう一回、もう一回、惜しい、まあ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 、赤ありゃいけるでしょ。おー、いいね、卓球は大丈夫、さすがに。いいね、まあまあまあ本当にダメだな青7 全然引かん、あーダメか、まあまあまあ赤なんで、よし、いた、さあこれで1角ですね。いつもなんなら演出で0角だけどあーしかもレベル2、さあ伸ばせるチャンス、いやー待て
なんということだ。厳しいな。ここで、ここでチャンス目。くそー。931枚、線届かずですか。まあ、一応今でゼロボが13の3になったんですかね。なんでこれでそのままゼロも抜けるようだったらやめようかな。もうちょいサクサク落ちてほしい。ゴートン、もう一回ちょっと落ちろ。よし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 、まあこれで大丈夫でしょう。あの入り方で10頭までいったら。14秒ね。ああいいね。蝶々、もう一蝶々で勝って、ああクワガタか。まあ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 、波がうなるぜ。よいしょ。オッケー、52ゲームいいっすね。収束してきた収束してきた。青、お、珍しい。今すごい右側押しててバーが来たんで、これ多分珍しいパターンなんですよ多分。いやまあそっか。おいしよしよしよし。俺これ初めてですわ。第一停止でぐるぐる回って青7っていうパターン初めてですね。だいたい青7の時ってバー揃いから最後に回るんですよ。こういうパターンあるんですね、珍しい。いいよ。いや素晴らしい。これ赤だ。うわうまっ。ゼロだけで4回引いてるから1234でしょ。プラスポイントあるから絶対にレインボーだわ。ああですね、見えてないだけで絶対レインボーっすわ。はい早い。あしかもこれ5ゲーム熱い。よーし、今13ゲームですけど引いたのが15ゲーム以内なんで大丈夫です。伸ばせ伸ばせ、いいよ、これは大丈夫。はい戻った、チャンスだ。あチャンスの時はクラッシュ押しないな。うまいね。よし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 、うまいうまい。うまみなしか。レークレーク、いやでも連打の時点でな、もうレークじゃないんだな多分。よし、いけ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 、あー初めて30いった。ダメだ。いやー届かん。何色何色、あー黄色よ。はい緑ナイス。あいいよ。さあこれだか、ただのレインボーナイスーオーバーキル、いやオーバーキルオーバーキル。あ、おーなら、あ、おーなら。これで1500枚ぐらいはいけるか。いや結構近づいてる。そうっすマジで、うん、やっぱり諦めない心不屈の精神ですよ。いや、ね、いやあそこでねゼロモードなんて見ねえでも帰るわとか言うの簡単だけど、ね、ダメダメダメ、全然ダメですよ。それはダメですだったらもっと早くやめろよってなるから間違いで。ゼロ畑
501枚でございました。さあそれでは見ていきましょう。ジャグラーからこれは今1500枚ぐらい出てますね。素晴らしい。ああこれもいいですね。結構中間は多めかな。ジャグラー42回、まあまあまあ全然いいんじゃないですか。さあ正宗からですね、1000枚ぐらいかな。まだこの正宗3がやばいっす。今1箱で向こうに4箱あるんで5000枚オーバーっすね。この東京レインブンズ最盛期、まあ人変わっちゃいましたけど3000枚ぐらい余裕で超えてました。デビルメイクライ2000枚っすね。はい、こちらゼニガタ3、ゼニガタ3から3000枚オーバーと。アラジンね、アラジン両方とも良さそうなんですよね。64回にこれは、これ66回か。まあめっちゃへこんでからドンだけど、まあでもプラスですね両方とも。あれ北斗宿命がなんか良さそうっすよ。こいつが今1000枚で、これもプラスで終わってて、でこれも今1000枚で、こっちが今4000枚オーバーですね。はい、こちらリゼロ今2000枚オーバーですけど、グラフ的には右肩。デビルマン1500枚。さあ番長ゼロは揉んでる感じかな。あーこれはいいですね。2000枚ぐらいでキープしてますね。6あってもいい。人変わったかな。多分こいつがもう6でしょう、5箱持ってます。余裕の5000枚オーバーですかね。で絆2も、これプラスですし、こっちもプラスと。このスマね、なんかグラフ良さそうなんですよね。だがトントンって感じですかね両方とも。で戦国乙女も、2000枚、結構いい感じのグラフで2000枚ですね。これツインパですね。ツインパ綺麗に2000枚まで伸びてますわ。はい、こちらマジハロも今2箱ですね。お疲れ様でございました。ということで本日のウエスタン浦安柳通り店さんでの実践が終了いたしました。お疲れ様でございました。死闘死闘っすね。序盤は本当にもう いい要素しか出てこなかったんで、いやマジで6だと思ったんですよ。化けからの1トンで刺したりとか、ゼロモードループも見ましたね。はい、ボーナスのほとんどで AT 取れたって感じだったんで、かなり、いい感じでしたが、がですよ、いかんせんね、ゼロモードがマジで取れなかったですね。最終的には14の4、ゼロモードの刺せたのが、基本的にね、50% って言われている確率でございますんで、圧倒的大敗ですね。はい、なので、それさえしっかりと確率通り引けてれば、あの AT の突破率とうまく噛み合えば、間違いなくプラス域になったんじゃないかなと思ったんですけど、ゼロモードを、させなかったタイミングで、やっぱりしっかり天井に突入すると1回連続の天井も食らいまして、一気にマイナス2000枚近くまで、持ってかれてしまいました。投資確か、4万5000円ですかね。はい、4万5000円で回収が1472枚でございます。1700枚も取り返せたらもう勝ちじゃないですか耐えたしやれたしなんとかなったと個人的には思っております。はい、ただ隣がもう本当にめちゃくちゃ出てましたね。はい、今5000枚オーバーですし、少なくとも上なのは間違いないかなという感じの挙動でございました。はい、それ以外にももちろん番長ゼロはね、いつも通り複数台これは上だろうっていうのもありましたし、それ以外にも今日正宗3がやばかったっすね。マジで別積みもねあったんで、5000枚ぐらい出てたと思うんですけど、まあいつも通りしっかり、遊ばせてくれつつ、しっかり入れるところには入れてくださってるっていうような、印象でございます。ということで、いただきチャンネルの今後のスケジュールこんな感じになっております。まだまだたくさんいろんな場所に行かせていただきますので、はい、いろんなお店に行かせていただきまして、で僕らが行かせていただくお店たまたまかもしれないですけど、いつもねうわこれ上だみたいなやつがいっぱいあるような感じに最近なってきておりますんで、はい、ぜひぜひ、皆さんも遊びに来ていただいて体感していただければなというふうに思っております。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。マジ耐えた、ありがとうございました。